また何か入りようかい。ここを出る。世話になった。死人よりはマシな面になったじゃないか。あのお嬢さんに感謝しとくんだね。ああ、そうだな。旅支度なんだろ。新しく仕入れた品でも見ておいき。これで少しは懐が潤うだろう。確かに引き取ったよ。いいかい？ガブニャ。挨拶しておこう。何か入り用かい？いい品が揃ってるよ。じゃあね。手短にな。何が必要なんだ？これを作るには素材が必要だ。素材が足りねえみてえだな。またな。おう、どうした？せいぜい頑張んな。なんだ、出ていくのか？ああ、ロザリアへ行くつもりだ。やることが見つかったんだな。クライブ、今のロザリアはお前がいた頃と違って随分荒れてる。困ったことがあったらマーサの宿って宿場の主人を訪ねてくれ。あの人は仲間だ。シドの名前を出せば力になってくれる。そうしよう。世話になった。ありがとう、ガブ。よせよ。俺は仕事をしただけさ。そんな大層な礼なんて。じゃ、元気でな、クライブ。シードの奴、こんな時に限って出かけてやがる。戻ったらよろしく伝えてくれ。わかってるさ。ごめんなさい、待たせて。よし、行こうか。ええ。
ロザリア、13年も経つのね。この風、青草の匂い、本当に久しぶりだ。一度も戻ってないの？ああ、ザンブレクのベアラー部隊では互いを監視し合う。裏切りや脱走があれば殺せるように。とても抜け出せなかった。そう、それだけじゃない。戻るのが怖かったんだ。クライブ、でも戻った。君と一緒に。マーサの宿はこの先の高台にある。まずはそこを目指そう。そろそろ人も増えてくるわね。俺のベアラーの刻印が目立つかもしれない。しばらくの間、俺はベアラー兵、ジルはその主ということにしよう。オルガル、
よしよし。ザンブレクのベアラー兵がこんなところで何してんだ。
建設途中の水道橋か。フェニックスゲートの惨事がなければ完成していたのかしら。そこの人、ちょっと手を貸してくれ。そこの人、ちょっと手を貸して。と、ようやく頼れそうな人が来たかと思えば、よりによってベアラーとは。いや、そこのあんた、見ての通り、俺の馬車はあの有様でな。急ぎの荷物だけでも先に届けたいんだが、そこでだ。この先のマーサの宿まで。わかった。荷を預かろう。ありがてえ。馬屋番からの報酬はそのまま受け取って構わんからな。あんたの主人に礼だと言っておいてくれ。それじゃあよろしく頼むよ。オルガル、マーサの宿まであと一息だ。
おい、ベアラン兵だ。上に知らせておくか。あんたが馬屋番か。行商に頼まれて荷物を届けに来た。あれはちょっと何にせよ。マーサの宿には旅人も行商も訪れる。チョコボもそれだけたくさんいるってわけだ。よしよし、いい子だ。長旅疲れたろう。街道を外れようもんなら魔物や野盗が出てきやがって。ザンブレクが統治してからはこの辺りも。本当に物騒になっちまったよ。ガブが、この宿の主人は仲間だと。話を聞いてみましょう。橋が壊れちまってんじゃ、イーストプールへ荷が運べないよ。ザンブレク本土じゃ、ウォールードと大戦があったらしい。何をお探しで？毎度。持ってってくれ。ほらよ。持ってってくれ。またどうぞ。Thank you.
あなたがこの宿のご主人ですか？可愛いお嬢さんがベアラー兵なんて連れて私に何の用だい？できればロザリアで旅をするのに安全な道を教えていただければと。その前に気をつけるんだね、お嬢さん。今のロザリアで目立つことをすれば、たとえ誰のベアラーだろうとしょっぴかれちまう。そうなりゃあんたもただじゃ済まないよ。ならなおのこと教えてくれないか。ガブからあんたを頼れと言われた。こっち。すまなかったね。私はこの宿の女将をやってるマーサだ。シドたちの協力者ってところさ。隠れ家にベアラー兵の新入りがいると聞いてたけど、あんたのことだね。それでどこへ行きたいって？フェニックスゲートだ。どうしても確かめたいことがある。そうかい。なら駐屯兵が少ないイーストプール方面がいいけど、そちらへ向かう橋が壊れちまってね。私らも行き来ができなくて困ってるんだ。だけど修理しようにもうちの大工が戻ってこない。全く困ったもんだよ。戻ってこないってなぜです？さあ、仕事に出て行ったきりさ。もしや途中で魔物に。だったら俺たちが迎えに行く。連れて戻り次第急ぎ橋を修理してほしい。いいとも。こっちにとってもありがたい。悪いけど頼めるかい？マーサさん、その方はどこへ？堕落の門に続く橋の点検に下の湿地へ向かったきりさ。湿地には魔物も多い。急いだ方が良さそうだ。そうしてくれると助かるよ。湿地に降りるなら門の脇にあるはしごを使うといい。うちの大工はバーナードってやつだ。無事なようならそのまま橋の修理に向かうよう伝えておくれ。まずは橋のところまで行きましょうか。水道橋を建ててた頃が恋しいよ。
橋が壊れちまってんじゃ。いい門の脇にはしごがあると言っていたな。この辺りか。ベアラー兵か。あんまり変なことすなよ。ああ、助けてくれ。今のはこの先だ。行くぞジル。まずいな。早く助けましょう。ありがとうよ。おかげで助かったぜ。もしやライクのバーナードさんでは？ああそうだが、お嬢さんたちは何者だい？マーサさんの依頼であなたを迎えに来ました。そいつは面倒をかけた橋脚のあんた方。ご無事で。やれやいい。よし、ちゃちゃっとし、なり、俺、俺、あ、二人とも戻ったんだね。バーナードは無事だったのかい？ええ、いや、ま、北のコン。ありがとう、はい、それじゃ。待つだけじゃ手持ち無沙汰だろ。エールでも一杯どうだい？うまくもまずくもないザンブレクさんだけど。いや結構。この宿場はエアダの数が少ないようだ。確かにあまり見かけないわ、この辺りで。広告の測量になって何かあったのか。ホーリフレムのクリスタル不足を補うためだ。何でもコートじゃドレイクヘッドからのクリスタル採掘量を削減してるって話でね。その影響で私ら民草へ配給も少なくなってたんだが、今度はクリスタルなしで労働できるベアラーまで取り上げられるようになっちまった。ザンブレク公国はベアラーをひどく扱ってきたけど、ここも属領になってからは同じさ。いやあシーア、男の子を産んだそうじゃないか。赤ん坊はどうしたんだい？聞いてちょうだい。恐ろしいことにベアラーだったの。おぞましいったら。まあなんてこと。お役人には届けたの？すぐに軍で処理してもらったわ。今日はその帰り、気が気じゃなかったんだから。何か悪いことが起こるんじゃないかって。そう、でも処理が済んだのなら一安心ね。
ママ、ちゃんとした弟が欲しい。ええ、きっとそのうちにね。それまでいい子にできる？どう？わかった。信じられないかい？エルウィン様が治めていた頃のロザリアでは、ベアラーはここまでの扱いを受けなかったものね。でもこれが私たちの当たり前なんだよ。これを近くの修道院に届けてもらえないかい？あんたたちはあそこでしっかりと現実を見た方が良さそうだ。修道院というのは？悲しみの入り江にあるグレードモン修道院だ。あそこの院長とはちょっとした知り合いでね。マーサからの届け物だといえば通じるよ。わかった。水道橋を建ててた頃が恋しいよ。エルヴィン様は俺たち何人までやる？よく冷えてるじゃないか坊主。さあさあ買ってって。いらっしゃい。安くするよ。子供の殲滅のことは知っていたつもりだったけど、処理してもらってよかったか。ベアラーというだけで簡単に我が子と思わなくなるなんて。私たちベアラーのこと何も分かってなかったのね。そうだな。最後だ。
見えてきた。あれがマーサの言っていた修道院だな。行きましょう。警戒して。何かご用で。あいにくここでの祈りは受け付けていないのです。すみませんね。マーサさんの依頼でお届け物が。なるほど。お二人ともこちらへ。いやだ、死にたくない。痛い痛い痛い。どうか痛み止めを。暗い、怖い。一人にしないで。ここにいますよ。大丈夫。この人たちは。マーサがこれまで買い取ってきた、捨てられようとしたベアラーたちをここにかくまっているのです。彼らはもう長くはない。ここで石になって死んでいくだけ。全身に石化が。これはベアラーが必ずたどる末路。全身が石化するまで生身のまま魔法を使うことを強いられ、動けなくなれば捨てられてしまう。私にもマーサにもこの現実を変えることはできません。だからせめて最後くらいは人らしく見取ってやりたいと。あなたの魂が幸多きものであれと心より祈っていますよ。安心を。ありがとう。お薬を届けてくださって本当にありがとうございました。彼らも少しは楽に行けるでしょう。宿場へ戻ったらマーサにまた二人亡くなったと伝えてください。
マーサのところに戻るか。ええ、そうね。あ、院長からだ。またそう、少し話そうか。どうだい、現実ってのを見た感想は。何も分かっていなかったということを今更のように思い知ったよ。ベアラーはただ少し人と違うだけだ。それなのに虫けらや化け物のように扱われる。これがおかしいって気づいた奴が動かなきゃ、いつまで経ってもイカれた当たり前のままな。だからあなたはシドに協力を。大したことはしてないよ。私にできるのは彼らを買ってかくまうことだけ。じゃあ修道院にいたベアラーたちも。そう、書類の上では私の所有物だ。私の身分で手を出せるのはああいった先の短いベアラーくらいだけどね。悔しいけど。大工のバーナードから知らせがあったよ。イーストプールへの橋が修理、大事な用が。世話になったな、マーサ。いけない、私そび。こいつを見せれば私の仲間が何かと口を聞いてくれるはずさ。用事が済んだらまたおいで。シド、クライブ様とジル様、二人とも行ってらっしゃいませ。どうかどうかお気をつけて。シド。よう、クライブ、来てたのか。その腕は。ああ、これか。長いこと戦ってきたからな。おかげで近頃は無茶もできん。まあこいつは歴戦の勇者の証ってやつだ。気にしなくていい。そうか、旅に出るんだな。世話になった。よくしていただいて感謝しています。自分たちで決めたことだ。俺たちの邪魔さえしなければそれでいい。どこへでも行っちまえ。シド。俺が昔好いてた女が難儀な生き方をしていた。お前のように。救ってやりたかったよ。一度は救えたつもりだったが、それも所詮は俺の独りよがりだった。シド、傲慢なんだろうな。他人を救うなんてのは、なんだかんだと言葉を重ねても結局は
こっちの思いを押し付けたに過ぎない。伝わらない言葉っていうのはどんだけ発しても発していないのと同じだったってことさ。けどな、これだけは言わせてくれ。過去のお前をなかったことにするなよ。受け入れろ。自分を受け入れてやるんだ。自分を。きっとお前の生き方はこれからも難儀なんだろう。だから自分くらいは救ってやれ。お前を救えるのはお前だけなんだから。やってみるよ。ジル、あんたもいろいろあるようだが、こいつのことをよろしく頼む。ええ、わかったわ。それで最後か。うん、ばあさんのお使いはしまいだ。どやされる前に帰るぞ。じゃあな。また税が上がるらしいぞ。クリスタルにベアラーまで巻き上げといて、まだ絞る気かよ。マーサからブローチをもらったのか。よかったな。足が治ったから渡りたければ行くといい。